こんにちは。はじめまして。よろしくお願いします。お願いします。簡単に自己紹介をお願いします。はい。青山学院大学の経済学部3年の山本彩菜です。今噂のテックベースっていう、はい、1ヶ月無料という、はい、なんかお得すぎて若干怪しい。いいサービスなのかっていうの気になるので、はい、ちょっと今回密着させてもらうことになったんですけど、はい、なんか参加のきっかけとかって就活している中で、うん、IT とか、うん、DX って言葉すごい出てくるじゃないですか。来るんですよ。だからなんかちょっとそういうIT とかに興味があって、うん、でもすごいプログラミングとかが苦手だったので、うん、これを機に克服できるかなと思って、はい、ちょっとチャレンジしてみようかなって思ってます。よろしくお願いします。お願いします。ということで今日初日は何されるんですか？今日はオンラインでのオリエンテーションの説明会を受けに行こうと思ってます。おー、でそこでいいかなって思ったら実際申し込むって感じですね。はい、そうですね。行ってらっしゃい。行ってきます。テックベースとは1ヶ月のプログラミング実践学習を行うインターンシップ。1ヶ月のインターンの進め方はこちら。ガイダンスを終えたら初回のスタートアップでチームメンバーの顔合わせをします。フォローアップと呼ばれる中間報告会、最終結果発表を行う終了式までチームで協力しながら課題に取り組みます。ちなみに今回山本さんがチャレンジするコースは PHP、 ウェブサイト構築に欠かせないスクリプト言語で、問い合わせ、予約フォームの作成、検索機能の作成、EC サイトの作成などができるようになります。市場価値の高い IT エンジニアを目指すべく、1ヶ月奮闘します。今日は何をしますか？今日は事前課題が出ているので、それに取り組みたいと思います。PC 用語を調べて、テキストエディターでファイルを作成していきたいと思います。遅れた。おめでとうございます。ありがとうございます。1週間前から HTML 課題が始まるので、それも頑張りたいと思います。頑張ります。今日は HTML についての学習と、自己プロフィールの HTML ファイルを作るのと、ブラウザで確認しファイルを送信することをやります。元素材というか、元々のやつは多分正しいんだよね。それを表示させる、そうですね、方法だけだよね。でもこれが悪いんですかね、なんかファイルが悪いんですかね。ありがとうございます。できた。ということはようやくスタートアップに参加できるということですね。できます。おめでとう。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。じゃあ1ヶ月のインターンを終えて、はい、どういう状態になってたら最高ですか？自分が作った例えばホームページだったりとかサイトがどうしてこうできてるのかを把握したいです。じゃあ皆さんにまず中間目標を伝えようかな。これです。じゃじゃん。はい、チームの総合計ポイントは280点、これ超えるように頑張ってください。個人のミッションは3-2、3-2をクリアできるように頑張ってください。お願いします。お願いします。お願いします。最初にやりますね。お願いします。お願いします。山本彩菜って言います。この順に説明します。この写真はこの前スカイダイビングに行った時の写真です。これで大体なんか私の性格とかざっくり掴んでもらえたらなって思うのでお願いします。強みは結構まあ行動力あるタイプでどんどん頑張れるんですけど、結構弱みとして継続するのが苦手なので、みんなまだ頑張れるよとかちょっと鼓舞してもらえたら嬉しいです。結構プログラミングとかやったことなくて、ちょっと事前課題もだいぶ結構つまずいたんですけど、精一杯頑張るのでお願いします。お願いします。お願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。どうだった？みんなやる気があってプログラミング頑張ろうっていう気持ちが強かったので、ちょっとついていけるかなっていう不安とかもあるんですけど、でもそのチームのメンバーがみんな結構発言してくれて、質問とかも答えてくれそうな子たちだったので、みんなで切磋琢磨して頑張りたいなって思ってます。うん、明日からはもう自分たちで進めていくって感じ？そうですね、明日からもう2週間
もう自分たちで毎日コツコツやっていく、タスクをしていくみたいな感じです。今日は3の4に取り掛かろうと思ってます。3の4は結構工程が多くって長丁場になりそうなんですけど、自分でできるところは自分でやって、わからないところはメンターさんとかチームのみんなに頼りながら最後までできたらなと思います。3の4をやりました。3の4は結構初めから工程は多いなって思ってたんですけど、それ以上に一つの工程が思ったよりも複雑で、自分で調べても分からないことが多くって、結構チームのみんなに助けてもらう部分が多かったです。ただその一つ問題点なのが、口頭とか写真で質問してもらうことが結構多いんですけど、なかなか文章だとあんまり意図が伝わらなかったりとか、どうしてここは違うんだろうって思うことが多かったので、そこの部分理解が難しかったかなって思います。あと人によって PHP の構成が結構違かったので、例えば私はできてても違う子だとできなかったりとか、違う子はできてる工程でも同じ文章入れてもできなかったりすることがあるので、教えてもらったことにもきちんと応用しながら進めていかないといけないのが難しいなって思いました。何の日ですか？今日はフォローアップの日です。フォローアップとはおそらく中間報告会です。チームでどれぐらい進んでるかとか、他のチームと比べて何位ぐらいかみたいなのを共有する会ですかね、はい、そうですね。これまでは、はい、なんか山本さん的には結構順調な感じですか？結構順調じゃなくてちょっと今遅れを取ってる状態です。何パーセントぐらい達成率？85% ぐらいですかね。おー、区切りのフォローアップ現象を終えたら、ちょっと挽回していきたいなっていう感じですね。そうですね。ここ、めちゃめちゃ漏れます。ここよかったね。全部そう。それを。どのチームが1位なのか、見てみたいと思います。はい、チーム順こんな感じです。まずは、B チームが大きく抜け出しましたね。429ですか。はい、B チーム頑張りました。B チームに大きな拍手を。よっ。そして、スタートアップセッションの時に僕が言いました280点をクリアしましょうと言って280を無事に超えました。 A チームビギナーズにも大きな拍手をよ。5、とりあえず5を目指してって感じかな。5の2目指す。うん、5の 2? 5の2。5の2、じゃあ個人5の2で。今日お疲れ様でした。お疲れ様です。今日のフォローアップはいかがでしたか？はい、そうですね、私たちのチームが今2位で、結構1位のチームと2倍ぐらいの差が開いてたので、ここからチームみんなで協力してその差を埋めていきたいなって思います。個人の目標ありますか？なんか差を埋めるために聞かない方が迷惑みたいな、結構感じの雰囲気をみんなで作ってくれてるので、分かんなかったらすぐ聞くっていうのを徹底したいと思います。今日は3の4の仕上げをやろうと思ってます。前回8割ぐらい進めることができているので、あと分からない部分をメンターさんに聞こうと思って今日お時間取っていただいているので、メンターさんに聞きながら最後の仕上げをしていきたいと思います。今日は何の時間なんだっけ？今日は終了式でなんか今までのやったことの発表みたいな感じです。ちなみに山本さんはどれぐらいの割合まで進んだの？どれぐらい？チームの目標の 65% から 70% ぐらいですか。ミッションで言うと半分ちょっとぐらいですかね。はい、いよいよ終了式ということで、はい、お気持ちいかがですか？そうですね、一応まあ PHP の作業としてはもう終わったんですけど、やっぱ終了式の発表までがこのインターンなので、最後までやりきれることを頑張りたいと思います。私の最終成果物としてはミッション3の4まで終わらせることができました。こちらのちょっとスクリーンショットでは分かりにくいんですけれども、名前とコメントを送ったら表示されるという機能と編集と削除の部分まで終わらせることができました。今後やりたいこととしては、祖母のラーメン屋さんのホームページを作りたいと思っております。以上になります。
うまく発表できました？だいぶ言葉に詰まったんですけど、80点ぐらいの発表ができたと思います。ということで、1ヶ月のインターン、はい、本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。実際1ヶ月やってみてどうでしたか？まあ一言で言うと、めちゃめちゃ大変でした。何がどう大変だったの？まず2つあって、1つ目が時間を取るのが大変っていうのと、2つ目はわからない初心者だったので、なんかまず言語がわからないし、わからない言語を調べてもまず何が書いてあるかちょっと理解しがたいっていうのが結構難しくて何がその乗り越えられた要因だったの？いや、もう確実に運営の方とチームのメンバーのおかげです。チームのメンバーで言うと、日々の日報と週報を1週間に1回提出しないといけないんですけど、その時に結構メンションしてくれたりとか、今日も頑張ろうってモチベーションにつながるような言葉をかけてくれたりとか、みんなが頑張ってるから私も頑張らないとっていう気持ちになれました。参加してよかったなと思う？いや、めちゃめちゃ良かったです。チームのメンバーと1ヶ月間切磋琢磨してやりきることって、まあ、なかなかないと思うんですけど、その経験をできたっていうのもすごい良かったです。あとは個人的に、まあ、プログラミングっていうのの特性も分かったというか、細かいとこまで気をつけないといけない作業だなってすごい感じで、それと同時になんか細かい作業だからこそ達成感もすごいあるなって感じました。最後に、こんな人にテックベースをおすすめしたいっていうところ教えてください。はい、もう本当に正直全然みんなやってほしいけど、まあ、2つ挙げるとしたら、1つ目はシンプルにプログラミングにちょっと興味がある人っていうのも、きちんと1ヶ月全力で1人じゃなくてみんなとしかも取り組める環境があるし、分からなかったらこうサポートしてくれる運営の人とかチームの人もいるから、すごい1人でやるよりも全然プログラミングにを始めやすい環境だと思うし、あと内容も本当にちゃんと難しいから、プログラミングちょっと経験したいなっていう人にはぴったりな環境だと思います。その学知化じゃないけど、まあ、自分の中で1ヶ月ぐらい頑張った経験が欲しい人にもすごいいいかなって思ってて、毎日その日報提出したりとか、決まったタスクもきちんとあるからこそ、本気で自分で全力で取り組める環境があると思うから、学知化とかがなくて何かやってみたいなっていう人には結構ぴったりかなと。就活とか大学生活とかバイトとかめっちゃ忙しい中で時間を見つけて頑張っていた山本さん、改めて本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様です。じゃあまたね。はい、またありがとうございます。お疲れ様です。